皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、今日の雑学のコーナーです。えー、今日の雑学は、指揮者が指揮中に命を落としたという話です。はい。どういうことでしょう心不全あ、それはありますよね。 はい、まあタイトルにも書くと思うんですが「指望棒で命を落としました」は「い、揮棒です」あ「あっ指棒?」ってえ突き刺さってあったのってけど自分で突き刺すっても自殺みたいなもんですよね、はい、しかもあんな軽いのでねはいなんとこれは19世紀の話です なんと19世紀には指揮棒はものすごくでかくて重くて指揮棒は棒なんですけど杖みたいに重いそういう指揮棒だったんですそれがなんと足に刺さってししままいました。もちろん足に刺さっただけでは軽い怪我なんですがそこに病原菌が入ったことでお亡くなりになってしまったんです 早くあの指揮棒にしとけばよかったのにっていう感じですね。まあ、指揮者は偉いんだみたいな感じで杖みたいな形をしてたんですね。多分ね。なんとなく私の予想ですけれども。はい。ということで、今回の雑学でした。えー、今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。